い、ジェン君。どうぞ。はい、よ。はい、どうぞ。うん、うん、うん、はい、今ブラシ取るね。はい、どうぞ。こちらでおくつろぎください。いいですか、まだですか。あ、ポンちゃんがすごい横向いてる。ポンちゃん、ポンちゃん、誕生日おめでとう。よいしょ。かわいい、かわいい。かわいいよね、ここがピンクでかわいいでしょ。で、ポンちゃんは女の子らしいでしょ。暗がりに。そうなの。しかも、ハッピーバースデーの文字に隠れている。そうなの。なんだっけ、8歳で。ポンちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。ポンちゃんに小さなプレゼントです。ポンちゃんにプレゼントって言ってもね、うん、こんなポンちゃんとグレーだけどね、うん、ジャン君みたいだね。こんな三毛猫、三毛猫だけどね。そしてタンスかな、タンスと階段のタンスと、うん、これは鼓、違うよ、金魚鉢だね。あ、あ、落ちた。はい、金魚鉢ピントもう合いそうにあった。こんなの買ってみました。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ポンちゃんおめでとう。こんなに豪華にしてみましたよ。全部いただき物です。何度も今日は言うよ、ハッピーバースデートゥーユーではなくお誕生日おめでとう、ポンちゃんおめでとう。ポンちゃん丸い背中してます。で、これは、これはクリスマスリースをいただきました。はい、どうもありがとうございます。ポンちゃんの誕生日の次のイベントということですね。その前にあれがあるんだけどね、んジャン君11周年、ジャン君11周年でございますよ。まだちょっと先ね。あ、ジャン君っぽいやつ、はい、あ、ちっちゃすぎて見えないってん。クラフト工房クレアルハーフベッドじゃん。はい、ポンちゃん、これは我が家から、我が家から、ポンちゃんのお誕生日のプレゼントです。はい、すんごい、すんごい、すんごい早いね。あー、一番いいね、ポンちゃん。ちょく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 、あー、嬉しいね、めっちゃ嬉しいね、すごいね、ポンちゃん。やっぱここのはね、硬くていいんだよね、うん、
大好き。ポンちゃん大好き。クラフト工房クレアル。すごい宣伝になって。ということで、なんで2つあるのかというと、2つ買うとちょっと送料が安いっていうことと、あとちょっとプラスすると送料無料っていうのに惹かれて、もうね、現代の消費者の典型です。だってさ、どうせ絶対また買わなきゃいけないわけでしょ、はい、ということで2つ並べるんではなくて、1つはストックに。いや、うちの場合はですね、消耗早い早い。そうなんですよ。めっちゃ早いのはこの人です。そう、でもそれでもこのシリーズ、この会社のやつは持ってるわけよ、うん、あれが去年の誕生日でしょ。あ、でもかなりなボロボロだからね。あ、でもあの端っこはジャン君がかじったからですよ、うん、でもね、みんなね大好きなの、ここの黒たくてね、はい、どうもありがとう、ありがとうございます。ここの会社にお礼言っちゃった。だって日本製だしさ、しっかりしてていいんだ。これがまたこれは今まで買ったことないタイプだね。買ったことないけど、この形ほら好きだったら、前にいただいたのと似てるでしょ、うん、全然その形好きなので、はい、ということで、なんかいっぱいもらったよ、ポンちゃん。買いもあるよ、ポンちゃん。はい、ということでした。ポンちゃん、明日は普通の日に戻るよ。こんなにチヤホヤされないんだよ、364日はチヤホヤされない日なんだ。毎日チヤホヤするよね、ポンちゃん。